もしあなたがやばいやばいやばいと思ったら、こんなことをですね、ぜひしてみてください。こんにちは、三浦弘樹です。起業とかですね、やっぱりビジネスにおいて、常にですね、恐怖と隣り合わせだと思います。で、やっぱり僕自身も今ですね、副業時代2年ぐらい、さらにはですね、起業してからも今はですね7年目になってくるんですけれども、やっぱりもう常にですね、恐怖と隣り合わせでした。で、この恐怖っていうのは正直消えることはないかなというふうにですね思っております。やっぱりこう自分がですね、こうステージが上がっていけば上がるほどですね、やっぱりその恐怖のステージもですね、やっぱり上がっていくんですね。はい。なので、そういった部分ですね、恐怖っていうのは常に隣り合わせっていうことをね、こう自分でお金を稼いでいく、起業していくっていうことは、そういったことだよっていうのをまずね認識をしていただきたいなというふうに思っています。で、僕自身もこう今までのですね経験をしていく中で、こうやばいなとかね、やばいやばいっていうふうにですね、思うこと、そういったやっぱりね経験だったりとか、大舞台っていうのはあるんですね。で、もしあなたがですね今恐怖を抱えているとかですね、そのこれからこうね、こう例えばね金銭的にもねやばいなとかね、このままだったらね破産しちゃうとかね、そういったねやっぱり恐怖を思った時にはですね、恐怖でなかなかねこう前に進めないっていう、そういった状況にはですね、あることをやっていただきたいんですね。で、それはどういったことかというとですね、最悪のリスクを想定する、最悪のリスクを想定するってことですね。はい。で、この最悪のリスクをですね、ぜひね想像をしてみてください。で、例えば、何かねこう事業にこう失敗をしましたとかね、赤字をね出してしまったっていうところなんですけど、じゃあ果たしてその赤字を出してしまったとかね、そういった時に、どうなっていくのかっていうことですね。で、それを考えることによって、何かねプロジェクトをした時に、僕もね大きな赤字っていうのをね出すこともあります。で、プロジェクトがね大きくなっていけばいくほどですね、広告費とかも使うので、それでですね、赤字になってしまうこともあります。で、そういった時に、その会社のですね、キャッシュフローとかもねあまり良くなくなったという時もねあるんですけれども、やっぱりそういった時にこう最悪のですね、リスクをね想定するんですね。これが、これぐらいの赤字、でもとかですね、そういうふうに考えると、やばいけど、なんとか大丈夫だなっていうような、状態にですね、なるんですね。はい。なので、そういったですね、こうリスクっていうのを、最悪のリスクをですね、想定しておけばですね、その最悪の、状態ね、僕もやばいって思ったことはあったんですけれども、今までたくさん、はい、ただその最悪の状態でも正直死なないなっていうことが多々あったので、結局そこで恐怖に怯えてですね、こう何もアクションができないとか、むしろそのね、変に焦りすぎて何かなってしまうとかは、よりね効率っていうのはよくありませんので、そういったねこう最悪のリスクっていうのをね想定して、でもこれでも死なないなっていうふうにですね、思えばですね、ちょっと気はね楽になって、もっともっとですね前に進んでいくことができますので、ぜひね、あなたも、そういった時はね最悪のリスクをね想定してみてください。今回は以上となります。ありがとうございました。